はい、皆さんおはようございます。ワードです。今日はですね、2017年5月の25日朝の7時44分になりました。おはようございます。なんかエヴァンゲリオンの話で盛り上がりたいと思ってるんで、ぜひエヴァンゲリオン好きな人は見に来てください。今日語るね、エヴァンゲリオンは旧作の方ですね。原作って言われてる、あの一番最初に作られた作品の、エヴァンゲリオンの方です。よろしくお願いします。ニアはどつ、ミールはどつ、アニメ版エヴァンゲリオンですね。今更ね、もう20年前の作品、もう何年前だ、新世紀エヴァンゲリオン。おい、おっさんいらっしゃい。まあね、社会現象になった作品だから知らない人はいないと思うけど、2016年かな、1995年だから、もう22年前の作品ですね。すごいね、22年前か。本当に30歳、合ってるな。確かね、クレヨンしんちゃんとかね、セーラームーンとかがやってる頃放映されてたアニメなんだよね。リアルタイム第2話から見てもドハマりしました、僕は。もともとね、エヴァンゲリオン出会ったのは母親がきっかけで、俺の母親アニメとか漫画とか大っ嫌いなの。大っ嫌いなんだよ。なのに、高光めちゃめちゃ面白いアニメを見たっつって、これは見てって言われて第2話から見始めたんだよ。あの、アニメが嫌いな母親が面白いって言ったんだよね、第1話で。で、もう何やってるか全然わかんないけど、とにかく面白いから見ろって言われて。で、第2話見た時に、ああ、もうドハマりだね。めちゃめちゃ面白い。22年だね。だから、俺20周年ピンバッジ持ってるんですよ、エヴァンゲリオンの。それが、2005年、これ、20周年エヴァンゲリオンピンバッジなんだけど、これね、20周年って書いてあって、2005年エヴァンゲリオンって書いてあるんで、間違いないですね。22年目ですね。まあ、22年前の作品を語るっていうのはすごいよね。まあ、どっから話せばいいのかな。だから、みんなが、よくわからなかったっていうところは多分説明できると思うんだよね。エヴァンゲリオンのこれ何だったのっていう。例えばその旧劇の劇場版、旧作の劇場版の終わり方がよくわかんなかった。アスカの気持ち悪いっていうのは何だったのっていうのを解説したりとか、なんで碇ゲンドウ、お父さんは碇くんに冷たいのかとか、あと、セカンドインパクトって何なの？ファーストインパクトは何で書かれてないの？いや、ビッグインパクト説っていう科学の定説を元にした世界観。SF だよね。まあでも学術的に今定説になってるのはビッグインパクト説なんだけど。もともと、宮崎駿の、ジブリが大好きで、風の谷のナウシカが大好きなんだよ、庵野監督は。で、弟子入りしてるんだよね。だから、ナウシカのね、オウムを焼き払うシーン、巨神兵が。あの巨神兵を描いたのは庵野監督なんだよ。で、ナウシカって実は続きがあるのね。あれ、物語の中盤っていうかね、3分の1ぐらいなんですよ。映画化されてるのは。だから、その2を描きたい。要は、第2部の方が一番、中編が一番面白いって言ってて。それをずっと描かせてくれ、描かせてくれって庵野監督は言ってんだけど、宮崎駿は描かせてくれなくて。で、宮崎駿、風立ちぬの前に死にかけてて、闘病生活を送ってる時に、鈴木敏夫さん、プロデューサーの鈴木敏夫さんに言った一言が、もう死ぬかもしれないから、庵野に、ナウシカ2書かせてもいいよっていう遺言を残したのは有名だよね。でももう書く気はないだろうね、多分。庵野監督はもうエヴァンゲリオンでそれやっちゃったから。いや、自分の作品でそれも解消しちゃってるからね。ストーリー全然わかんない。簡単に言うと、うつ病の主人公、うつ病で親に捨てられた主人公が、いきなりお父さんに呼び出されて、で、お父さんは、世界、連合軍、特殊部隊の、
なんか世界の裏組織のトップにいたんだよ。もうめちゃくちゃだけど。で、そこでは秘密兵器、秘密の決戦兵器を用意してて、宇宙人が攻めてくると。で、その宇宙人を倒さないと人類が滅ぶっていう戦いに、いきなりパイロットとして選ばれると。で、全人類守りきったところで、全人類を滅ぼすのが主人公。そういう話です。簡単に言うと。要約すると多分これで合ってると思う。うん、はい。最後の敵は人間だったっていう。それはすごい面白かったね。なかなかそっち側に持ってかないから。普通はハッピーエンドなはずじゃん。いや、人類守れた、よかったっていう話じゃないんだよ。うん、こんな世界ぶっ壊してやるって言って主人公がぶっ壊しちゃう話だから。そう。でもね、スタジオジブリもよくやる手法なんだけど、これは。ジブリ、宮崎監督がよくやる手法で、歌の中に全部、もう答えを出しちゃうっていうやり方があるの。あと、オープニングとかで、その前提の世界を語る。例えばね、宮崎駿の、風の谷のナウシカってさ、なんだっけ、なんか、タペントリーだっけ、なんだっけ、なんか、壁画みたいなので語ってるじゃん。要は7日間の戦争で世界が滅びましたっていうのを、なんつうの、三角形、なんか古代文字みたいなあるじゃん、イラストの布で描くやつ。あれで表現してるんだよね。オープニングでそれがずっと流れるんだけど、世界が滅ぼされたとか全部描写で説明されてんだよね、実は。主人公は最初からめちゃくちゃ不安定。そうだよ。うん。ミサトとリツコはなぜネルフから独立してビレを立ち上げたのか。シンさん。タイトルを見てみてください。僕はですね、エヴァンゲリオンの話はしません。多分ね、シンさんが言ってるのはエヴァンゲリオンの方なんですよ。エヴァンゲリオンの方。僕が今語ってるのは新世紀エヴァンゲリオンの方です。はい。はい、もうね、俺はね、新作に期待してないです、はい。あれはね、もう設定がめちゃめちゃ。むしろ旧作を新しい映像でリメイクしてた方がまだ良かったよ。エヴァンゲリオンの面白さって映像美でもマシンの戦いでもない。要はね、精神が不安定なところがめちゃめちゃ面白かった。それが書かれてない。例えば言うなら、渚薫をシンジ君が殺したから面白いのよ。あれは唯一できた親友を自らの手で滅ぼすから結末に向かっていくの。だけど、今回の場合、シンジ君って手汚してないんだよ。要は、なぎさ君に守られた形なの。もうね、その時点で、エヴァンゲリオンの良さが全部抜けちゃってるんだよ。だから、それが、今度は僕は守るって言ってた意味なんだけど。うん。あと、そのエヴァンゲリオンという世界は主人公が死んでるところから始まってるっていうのを理解してない人が多すぎる。最初に公衆電話で電話した時にシンジ君が死んでるんだよ、あれ。うん。文字化けやばくない？これ何これ？何この文字化け？怖い怖い怖い。何これやばくない？この文字化け。何？解読不可能なんだけど。何？何これ怖いんだけど。みんなもこうなってる？何書いたの？呪いでもかけたの？バグりすぎでしょ。何この文字？怖い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 。どこって、俺のコメビュー見てごらんよ。なんか、ニャーのどこまで文字書かれちゃってんだ。何これ？どういうこと？どうやってやったの？マスさん。何これ？バグりすぎでしょ。ほら。何これ何これ。バグりまくってる。なんで縦に文字が書かれてんの？煙みたいになってるね。なんだろう。みんなもこうやって表示されてんの？なんかすごいことになってるよ。こうなってる。
何これ怖いよ。文字がこうなってる。何これ文字がずーっと縦に続いてる。何これ。怖い怖い怖い。呪い文字だね。マサさんが何を言いたかったのか。大丈夫。花火ありがとう。文英を訴えたかったの。花火ありがとう。で、例えば、なんて言えばいいのかな。なんで、シンジ君が、冬月の息子だっていうのを分からない人がいるんだよ。例えば。あの話を普通に見てたら、碇玄道の子供で、玄道がなんで自分の子供に冷たくしてるのかを描かれてないから、暗喩って言うんだけど、メタファーを読み取れない人は分からないように作られてんのね。だけど、冷静に考えてもらいたいんだけど、まず、例えば、普通、お父さんが、息子のことを毛嫌いする理由が書かれてないじゃん。あれは簡単なの。まず自分の息子かどうか疑わしいから怖いのよ。で、奥さん死んでるから答えがわからない。自分の子供、本当の子供なのかわかんないから隔離したの。要は自分のトラウマだから、まず話したっていう設定。でもそれを主人公は知らないの。で、今度絵のデッサンをわかってる人、アニメーターとか絵を描いてる人ならわかるんだけど、シンジ君が大人になった時に、玄道の顔になるか、冬月の顔になるか。え？ってどういうこと？え、どうした？アレクチ。って考えた時、冷静に考えて冬月の方が骨格が一緒に描かれてるのわかる？マミリーはどつ。これが根拠にね。絵のデッサンを見ると、シンジ君が年取った時に冬月の顔になるって言った方がしっくりくるようにまず書かれてる。これが理由2。で、今度理由3。大学教師で自分の方が上の立場だったの、冬月教授は。で、碇玄道っていうのは教え子だったのよ。なんでこれが部下になってるのか。これは冬月が後ろめたいことがあるから。これが理由3。で、理由4。死んだ時に自分の好きな人に会えるの。知らなかった？自分の好きな人に会うっていう設定があるの。で、それがない人はレイが来るの。で、レイ、例えば、マヤっていう女の子はレズビアンなんだけど、レイが来た時に、来た瞬間に赤木律子とかになるのよ。好きだった人の転生するの。レイが。その時に、ユイが出てくるの。で、冬月が死ぬ時に、イカリ、君もユイ君に会えたかって言って死ぬの。つまり、冬月が好きな人はユイだっていうのは確定してるの、ここで。もうここで理由4がある。で、決めつけは理由5。本来は、アニメーションっていうのは、過去を振り返った時、家族のシーン。要は、碇ユイってお母さん死んでるんだけど、過去のシーンで、子供を抱っこしてるシーン。これ家族団らんのシーンを書いてるの。その時になぜか碇玄道じゃないの。過去のシーンに出てくる時に、冬月とレイと、シンジ君。もう書かれてんのよ。納得できたでしょ。もう5個も書いてるの。これを分かりづらく書いてるから普通の人は分かんない。だから、シンジ君の親父はもう玄道ですよっていうのを隠しながら書いてる。これ暗喩って言うんだけど。これ理由は納得できたでしょ。間違いなく冬月じゃん。え、だって、そういう風に読み取れない。だってさ、君のお母さんの写真だって言って、玄道にお母さんのことを教えてよって言ったら、墓の前で、これは偽物だって。全部捨てたって言ってんのよ。自分の最愛の人を全部捨てるってことは恨んでるってことじゃん。その人のことを忘れたいってこと。金魚さんおはよう。だけど、なぜか冬月は君のお母さんの写真をやろうっつって、玄道すら持ってなかった恋人の写真出してるぞ。君のお母さんだよって。わかる？もうそれしかないんだよ。どう考えても。正直さっさと DNA 鑑定した方がいい。そうだね。エヴァンゲリオン作る科学力があるわけだからね。
でも、玄道はユイから聞きたかったの。だからユイを呼び起こす話なんだよ。思ったでしょ？だからちゃんとパーツパーツで、冬月が本当のお父さんですよって全部書いてるんだけど、要は考えない人はわからなく作ってあるの。そう、そういうこと。玄道はだから、一番憎い相手を自分の部下に置いてるの。だから逆に言ったら玄道は女で憂さ晴らしてんの。自分の女で。赤木博士とかにちょっかい出して憂さ晴らしてるんだけど、憂さが晴れない。だから人を愛せない人の話なんだよ。だけど、シンジ君からしたら関係ないよね。知らないから。なんで父さん愛してくれないんだよって。でも理由を言えないんだよ、玄道は。自分のトラウマだから。要はそれを確認するためのツールだから。でも、男の戦いっていう話は何が書かれてるかっていうと、玄道と真珠くんが認め合うシーンがあるの。それはすごく良くて、自分の子供、自分の親っていう二人は確執を持ってるんだけど、そうじゃなくて、エヴァンゲリオンで使徒を戦うって、俺はパイロットなんだってお父さんに宣言して絆ができるの。そこはすごい好きなシーンなの、俺。僕は、エヴァンゲリオン初号機パイロット、碇真珠ですって言った時に玄道の心が動くんだよ。あ、今日、エヴァ、寝台オープンなんだ。シンジ君は誰が育てたかっていうと、学校の先生。親戚の学校の先生、玄道の。そう。だから、ユイをなぜ呼び起こしたいかっていうと、なんで浮気したんだっていう。なんで冬月と寝たんだっていう話だね。シンジと冬月との絡みに何か匂わせるもの。だから、進撃で言うと、将棋を指すシーンがまさにそうだと思ってて、あれはキャッチボールなんだよ。要は、普通、お父さんとの和解とか、お父さんとの絡みって、あれキャッチボールで昔の作家は描くの。ボクシングとか、なんかスポーツで描くんだけど、将棋をやろうって冬月の方から歩み寄るっていうのは、俺はキャッチボールのメタファーだと思うけど。俺、エヴァ大好きなの。だから冬月もそれを言えないんだよね。玄道も言えない。そういう話。だからさっき言った5つの理由っていうのが一番いいと思う。聞いてた？ペコポン代表さん。5つの理由述べたの。冬月がお父さんであるっていう理由が5つあるっていう。それを聞いてたら多分納得できるよ。多分ね、聞いてなかったのかもしれない。今来たのかもしれない。もしよかったらもう一回説明するよ。聞いてなかったら。ちょっとトイレ行ってくる。バランス取れなくなってるでしょ。シンジ君はなぜ碇玄道が父親だと思ってる。なぜじゃなくて、お父さんだっていう風に言われてるから。普通にお父さんだっていう説明から入ってるでしょ。だからシンジ君だけ教えられてないの。だから確執があるの、お父さんと。だからそれを客にも説明してないから面白いのよ。なんでお父さん最低な性格なんだろうっていう。だから誰も玄道のことを理解しようとしないように作ってるの、あえて。普通だったらそういう思わせぶりなセリフを入れるのよ。
あの子は俺の子じゃないだろうとかいうシーンを入れてネタバレさせるんだけど、それをやらないからエヴァは面白いの。なんだかわかんないまま、なんか嫌なやつだねっていう書き方をする。でも実は設定の中にちゃんと書いてる。要は頭のいい人だったらわかる。要はちゃんと書いてるの。リテラシー、そうそうそう、うん、あれくらいクオリティ高い作家だと こんなの 見抜けて当たり前だっていう書き方をする、うん、そうそうそう。だから嫌な親父っぽく書いてるけど、ちゃんと理由があるように書いてるの。だから最後すまなかったなシンジっていうの、うん、わかる、うん、だからエヴァに食われるんだよ。ユイに会えたんだけどエヴァに食われる。エヴァってお母さんだから、あれ、だからシンジの化身でもあるし、ユイの怒りでもあるんだよ、あれは。だから罰を受ける。自分がイメージしたんだよ、それを。エヴァに本当に食われたわけじゃなくて、自分がそれを望んでエヴァに食われるっていう。ゲンドウの心の叫びなんだよ。ずっと謝りたかったんだよ。だけど、それは、お母さんが悪いよね。カオルの立ち位置って、まあ、最初に説明したんだけど、魂と肉体っていう考え方に切り分けてほしいんだけど、第一使徒がアダム、第二使徒がリリスっていうのがあるのね。で、リリンっていうのが人間のことなの。で、第二使徒から子供が生まれたのが人間だと思ってください。第二使徒リリスの子供が人間です。これがリリンなの。だから、俺らっていうのは第二使徒の設定なの。第二使徒から繁栄したのが人類なのね。で、神様。要は人類は北極であるものを発見する。それがアダムだったの。第一使徒。で、アダムっていうのは地球にいた元々の生命体。だから、黒き月って言って、さっきも言ったけど、ちょっと待って、順番がぐちゃぐちゃになるな。ビッグインパクト説からいきます。OK。ちょっと長くなるけど聞いててね。渚薫とは何なのかっていうのを説明します。まず、セカンドインパクトがあると、設定として。まず、セカンドインパクトから始まって、サードインパクトを防ぐために、ネルフは戦ってます。で、セカンドインパクトは人類の半分が死滅した大爆発が起こったの。で、サードインパクトっていうのは全人類が死滅しちゃうから止めてるの。ここまで OK だよね。物語で説明されてるから。でも、これみんな普通の人だったら疑問に感じないのかな？ファーストインパクトの説明抜けてないって思うの。で、俺はファーストインパクトのことを調べたの。それは、今の現代の科学で定説になってるビッグインパクト説っていうのが定、これだっていうのが分かったの。いろいろ調べてたら。で、これは地球の地軸っていうのは傾いてるの、なぜか。そう、宇宙、ちゃんと地球が登場してたのに、なんでこれ傾いてるんだろうっていうのは、ずっと科学界の謎なの。で、あともう一つ謎があるの。月の存在。月の構成物質って地球と全く一緒なの。だから、なんで地球と同時にこんな小さい惑星ができて、地球の周りを漂ってるのかよくわからなかったの。ただ、ある学者がビッグインパクト説って言って、あと氷河期がなぜ起こって恐竜が死滅したのか。これはね、月ぐらいの大きさのがゆっくり近づいていって地球にめり込むように衝突したの。で、メリ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 って地球に入っていって大爆発が起こったの。で、その時に粉塵が上がって太陽の熱を遮断して、その時いた恐竜とかが全部滅んだの。で、その破片っていうのが地球の重力によって固まってできたのが月だっていうのが一番説明がつくの。地軸が傾いたこと、月ができた理由、月の構成物質が地球と一緒。これが今の科学の定説なんですよ。ここまで OK ね。じゃあファーストインパクトはビッグインパクト説から来て、セカンドインパクトって何なのかっていうと、今度は北極大陸で見つけたある生命体、こっからエヴァの話よ。
生命体を呼び起こす。要は神の力を手に入れようとした人類が、神が暴走したの、目覚めて。で、どうにかこうにか封印しようと元に戻そうとした時に人類半分死にました、北極で。これがセカンドインパクトの。この時発見されたのがアダムなのね。これはもともと地球上にいた人類の祖先のこと。じゃあ、日本の地下、ジオフロントって言われてるのは何なのかっていうと、日本の下にあるんだけど、球体の中に黒き月って出てくるのよ。これって要は他の宇宙から来た、さっき説明したぶつかったやつだよ。そこの月のクレーターがジオフロントだよ。要は地下に空洞があるって言ってるでしょ。これ黒き月のクレーターのこと。ここの表面の部分に作った秘密基地がネルフなの。全部繋がるでしょ。ここまで OK。ここまで OK。で、エヴァってこういう説明をしてないの、物語の中で。だからいきなり、なんか、音楽が流れて、黒き月の封印が解かれたりして、黒い月がブーって浮いてくるでしょ、日本から。で、ガフの扉が開くとか言って。だから繋がってるでしょ、俺の説明間違ってないでしょ。OK ね。で、今度、なんで、その、リリスの方を守ってるか。要はアダムだって最初説明をされてたの。でもアダムは爆発して子供の中に、子供まで戻してるのね。で、今度の設定っていうのは魂と肉体。これを踏まえた上で魂と肉体が必要なんだけど、エヴァっていうのは何から作られたかっていうと、第二使徒、最初は第一使徒って呼ばれてたんだけど、リリスのコピーなの。わかる？神様のコピーで作られた肉体を持ってるのがエヴァンゲリオンなの。OK。神のコピーね。だけど魂はない。で、お母さんはこれを作ったんだけど、魂、こいつを動かすには魂が必要だっていう風に考えたの。それで実験体になってお母さんは取り込まれた。要は、エヴァンゲリオンの魂を持ってる。エヴァの魂は誰なのかっていうと、イカリユイなんですよ。OK。だから、主人公のシンジ君だけが動かせるっていう設定なの。お母さんと血が繋がってるから。OK。わかった。初号機を動かせる人もう一人いるんですよ。初号機を動かせるのは、あと、綾波レイ。じゃあ、綾波レイって何なのって言ったら、お母さんの体のコピーを持ってる。だから、お母さんと容姿が全く一緒の。だから、言動は、ユイを可愛がってる。じゃあ、魂、ユイの魂は何なのって言ったら、第二使徒のリリースだよ。わかる？第二使徒がなんで動かないかっていうと、肉体は完璧にベースがあるんだけど、魂を取り出して封印してるの。その魂をお母さんの肉体のコピーに入れてるから、初号機が動かすの。わかった。だから、魂を持ってないエヴァンゲリオンを動かす、全エヴァンゲリオンを動かせるのは、渚薫と、レイだけなの。魂が入ってなければ、これは全員動かせるの。この二人だけが。だから、量産型エヴァンゲリオンって S2 機関って言って永遠の生命を持ってるんだけど、魂が入ってないの。だから、レイのダミーシステムが開発されたのよ。あれはレイの人格をデータ化したのがダミーシステム。だから、全エヴァを動かせるのはカオルくんと、レイだけ。じゃあ、2号機はなんで、アスカしか動かせないかっていうと、アスカのお母さんの魂取り込まれてるからだよ。だから叫ぶじゃん。ママって発見したじゃん。ママって言ってから暴走するでしょ。OK。じゃあ、なぎさかおるは誰なのかっていうと、シンジ君の完成形として描かれてるの。あれは肉体はシンジ君のクローンなの。で、魂はアダムが入ってるの。だから第一使徒なの。第一使徒で最後の使徒なのはなぎさかおるなんだ。オッケー。これが、その、なぎさかおるの立ち位置って何なんですかっていうと、最初の使徒である、要は人類滅ぼそうとした起源でもあるし、もともと地球にいた生命体でもあるし、最後の使徒でもあるわけよ。OK ですか？はい。長いっていうね。もう、オタク度がすごいじゃん。だから、シンジ君がカオル君に惹かれるのは簡単。自分の完成形だから。自分の完成形のメタファー。使徒って大した理由なく人類に喧嘩売ってきてるの。使徒、あんまりね、そのね、ぶっちゃけた話を言うと、
第一子と第二子とかはそういう因果関係あるんだけど、他のはねもう取ってつけた感じだよ、敵だよ要はあんのが銃撃戦やりてえな、こんな敵がいいなとか、要はウルトラマンの怪獣みたいなもんだけど、一応使徒っていうのはそのそれと同じ宇宙から来た生命体みたいなもん。頭悪すぎてわかんないそっか。マリはユイとゲンドウの同級生、同級生なんだけど実は2個下なんだよね、飛び級で入ってきてるから。で、レズビアンなんですよ。で、ユイのことが好きな子なの。ユイとエッチしたい子なの。うん、で、ゲンドウのことを恨んでたっていう設定だね。うん、全然いいよ。別に普通にコメント打っても、ロム打っても。だから今回マリの立ち位置は語り部だろうね。うん、いや、だからめちゃめちゃ面白いの。その解説がなくずっと書かれてるの。俺が言ってんのは裏話を語ってるの。使徒はみんな融合したいんじゃないの？まず、生命の実と知恵の実の概念が分かんないといけなくて、旧約聖書にまず何が書かれてるのかっていうと、みんな、キリスト教とかユダヤ教とか分かんないでしょ？あのね、みんなが思ってるのっていうのは、知恵の実をアダムが食べて、で、裸、自我に目覚めて裸恥ずかしいって言って、イチジクの葉で陰部を隠したっていう設定は分かると思うの。で、その後追放されたっていうのは分かるでしょ、楽園を神様に。だから食べちゃいけないよって言った知恵の実を食べて追放されたって思ってるのよ。ここまで OK、 みんなの認識多分これだと思うの、旧約聖書。でもちゃんとしたキリスト教を勉強してる人はもっと付随して説明しないといけなくて、知恵の実を食べて怒ったんじゃないの。神が恐れたのは神と同格化することだったの、人間が。だって自分の体を模して作ってるでしょ、アダムを。で、アダムは知恵の実を食べた後何をしようとした、何をするのを恐れたかっていうと、セフィロトの木っていうのがあるんだけど、それは永遠の命を手に入る生命の実を宿す実なの。で、生命の実と知恵の実を二つを手に入れると神になるんだよ。これ初号機が最後、サードインパクトを起こしたよね。問題なのは生命の実と知恵の実の融合なの。そうすると神の力を手に入れるから。要は世界を創造することができるし、滅ぼすこともできるの。だから神様は生命の実を食べないように楽園から追放するって書いてあるのよ。日本人はちょっとはしょられて覚えてる。で、人類っていうのは知恵の実を持ったからエヴァを作ることができたじゃん。だからエヴァっていうのは知恵の実を持ってるの。だけど、S 期間がないんだよ。S 期間っていうのは生命の実のこと。使徒はこれを持ってるの。つまり、何をしようとしてるかっていうと、第二使徒と第一使徒が持ってる知恵の実を食べようとしてるの。知恵の実を食べると、使徒は融合できる。要は生命の実を持ってるから。ただ知恵を持ってない。だから、そう戦いなの、実は。うん、OK、うん。神ってビビリで器小さいな。OK。使徒は生命の実を持ってる。だから電源が必要ない。半永久的なエネルギー機関を持ってるから。で、第4使徒かな。第4と、第4使徒の時にコアを手に入れ、S 機関を手に入れて、第4使徒の、S2 機関を、復元して搭載したのが量産型エヴァ。だけど知恵の実を持ってない。そういうこと、そういうこと。融合するとサードインパクトを防ぐ。だから人類の歴史が入れ替わって、その使徒から派生する生命体に入れ替わっちゃう。だからそれを防いでるっていうのがネルフの目的。簡単に言うと。人類の歴史が変わっちゃうってことね。ヤシマ作戦の時の使徒じゃない。その前の使徒ね。でもね、多分ね、ワンピースもそういう話だと思うよ。ワンピースの D っていうのは多分月の民のことだと思うよ。だからゴッドエネルが月に行ってるじゃん。だから設定一緒だと思うよ。そのループ、さっきも言ったんですけど、マリの話とかそのループの話っていうのは、多分新劇場版エヴァンゲリオンの方だと思うんですよ。僕が今語りたいのはエヴァンゲリオンの方です。はい。もう進撃に興味ありません。ただ唯一言えるのは間違いなくループだろうね。でも急激も実はシンジ君が死んでるところから始まってるの。俺の解釈だとそうなの。ここを指摘する人がなかなかいなくて、なんであれはシンジ君が死んだところから始まる物語か説明してもいいですか。
エヴァ初めから見たら長すぎる。20何話だっけな ?26 話かな ?30 分。だから13時間で見れます。DVD 借りて、土日で13時間見てください。はい。知りたい。まず、急激を見てる人だったらわかるけど、死ぬ時に LCL って言って液体になるんだよ。で、その時に綾波レイが来るの。死神として。そのシーン知ってるよね、みんな。みんなわかる?死ぬ時に綾波レイが来て、綾波レイが好きな人の姿に変わって死ぬの。で、好きな人がいない人は綾波レイのまま死ぬんですよ。ここまで OK? ここまで OK? うん。急激っていう言い方があんま好きじゃないんだけど、俺は わかるよね。で、この時にシンジ君が電話ボックスに電話する前に、蜃気楼が見えるの。蜃気楼の中に綾波レイが映ってるのよ。その後大爆発が起こって、死とがやってんの。要はあの時死んでるんだよ。ビルのがれきで死んでるの。だって綾波レイいるじゃん。しかも、なんでそれが死神としては綾波レイだよって言えるかっていうと、綾波レイってあの時、そのままシンジ君ネルフに行った時、包帯ぐるぐる巻きで怪我してるはずなの。包帯してなかったでしょ。あの時パッて映る綾波レイ。蜃気楼の中に映る綾波レイって、学生服着て体綺麗だったでしょ。多分そうのはずなんだよ。わかる?だから、シンジ君のあれは妄想の話だ。だから、永劫回帰。ループしてる世界観なの。要は、俺がいつも、輪廻転生はないけど、永劫回帰はあるっていうの、そこね。自分の人生をずっとループしてるカルマなの。あの世界観は。あの時、シンジ君は1回目の死んでるんだよ。それをやり直しに来てる世界観があのエヴァンゲリオンなの。OK。エヴァはね、すごい面白いよ。旧作のエヴァ。なるほどでしょ。うん。高度すぎる。それを終わりに書いてるから面白いんだよね。初見です。エヴァ見たことないけど見たくなった。エヴァのね、見どころはね、面白いですよ。あのね、ロボットとかね、女の子はね、みんなね、ロボットアニメでしょって。なんか戦うんでしょって。そこが面白いんじゃないの。ロボットじゃないの。汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンですから。人造人間です。まずね。まずそこじゃないと。で、あとね、可愛い女の子の萌えアニメでしょ。違うと。萌えなんていらないんだよ、あの作品は。エヴァ、解説なしでは全くわからん。だからね、エヴァンゲリオン見た後に和道の話聞くとすごい面白いって言われる。正直最後見ない方が、見てないんですよね。わけわからなすぎて。いや、それがめちゃめちゃ面白い、最後は。要はね、エヴァンゲリオンって、まず福音って意味なの。福音って何のことかっていうと、聖書のことなんですよ。だから、歌の中に書いてあるけど、少年よ神話になれって言ってるでしょ。あれは、どういう話かっていうと、最後何が起こるかっていうと、シンジ君とアスカがアダムとイブになるよ。要は、このアニメ全部が新しい。要は、旧約聖書、新約聖書、新約聖書がエヴァンゲリオンだよって言ってんの。だから西洋に受けなかったの。ヨーロッパとかアメリカで受けなかったの。なんでかっていうと、キリスト教に対する冒涜だから。ユダヤ教に対する冒涜だから。アンノがやろうとしたのは、旧約聖書、ユダヤ教、新約聖書、キリスト教。これを書き換えてやるっていう喧嘩の売り方したの。やばいでしょ。それは受けないよね。ミサトさん、サトミさんじゃない、ミサトさんね。カジさんの関係は。もともと恋人だね。あそこはあんま深い理由ない。うん、あれを書いたせいで、6時半ぐらいにやってた、夕方やってたアニメが、PTA に怒られて、夜中の2時ぐらいに放送されることになっちゃった。そう、昼ドラなんだよ。ドロッドロの昼ドラなの。エヴァよりむしろ和道さんの話の方が面白い。そうそうそう。なんか人間関係を楽しむものなんだ。葛藤とか。なんでお父さん愛してくれないんだよって。お父さん語らない。息子嫌い。ただ自分の目的を達成するために必要な道具なんだよ。カジさん殺されてるね、うん。日本は基本無宗教だから、エヴァとか転生とか平気でできる。そう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 。うん、
だからキリスト教をベースに作ってる物語だから、あれはユダヤ教とかね、最後の3話ぐらい、最後の3話が面白いんだよ。めちゃめちゃ面白い。で、エヴァンゲリオンって26話まであって、アニメ版の最後の2話っていうのは、最後の使者、世界の中心で、じゃあ、終わる世界、世界の中心で愛を叫んだ獣っていう、その3タイトルの、最後の使者って言って。最後の使者、終わる世界、世界の中心で愛を叫んだ獣。で、漢字の難しい漢字の1とか2とか3とかあるじゃん。あれでタイトルを組まれたの。で、わけわかんない終わり方をしてみんなブチ切れたの。で、数字の25話、26話で出てきたのが、エアーと真心を君になの。だから、最初のアニメまで終わりを見て、今度、英数字の26話、20、あ、25話、26、7話。要は、終わりが2つある。それがめちゃめちゃ面白い。それを見て初めて答えが出るから。で、その終わり方も後味悪くてまた面白い。とにかく後味悪い。花火ありがとう。そう。要は、エンドが2つあるの。要はね、簡単に言うと、シンジ君の精神世界で終わるのがアニメ版。で、精神世界じゃなくて、現実に書き起こすと、英数字のエアーと真心を君にな。それがめちゃめちゃ面白い。要は、世界滅ぼすんだけど、シンジ君が。その使徒がいなくなった世界の、要は渚カオルを倒した後の世界だから、映画版ね、映画版の終わりっていうのは、それは新しい綺麗なアニメの、最近やってるエヴァの方じゃないかね、旧劇の旧作の劇場版ね。うん、花火ありがとう。エヴァンゲリオンの話してるね今。で、それを見た後、アニメ版の終わりを見るとさらにいいんだよ。さらに面白い。要はね、シンジ君の精神世界と現実で起こってることの時間軸がリンクしてる。ありがとう、またねー。花火3発ありがとう。はい、いらっしゃい。最新作は期待してないな、俺。ただの変態だと思って。 ただの変態で合ってるよ、全然。そう、おめでとうっていうのは、要は仏教的な終わり方をするのがアニメ版。要はキリスト教の世界観で仏教の悟りを開くんだよ、ニルバーナ。旧劇で使徒新生タイトルあったけど、ボツになりましたよね。それもあったけど、エアーと真心、エンド・オブ・エヴァンゲリオンとかね、要は、そういうのもあるのよ。だから、劇場版も、旧劇だけで4タイトル、5タイトルぐらいある。北海道行くよ。ごめんね。もうちょい待ってて。ステゴロ終わったら行きます。発狂するっていうかね、壊れる人間を描くのがすごくうまくて、シンジ君がどん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 壊れてくんだよ。で、躁うつ病なんだよね。ちょっと躁状態になって、やっと友達できたとか、幸せになってくんだけど、そのやっとできた友達をお父さんのせいで殺しそうになるの、自分で。自分で生まれて初めてできた唯一の友達を殺しちゃったりするの。2回も。一緒にスパできなくなるやんか。いや、だってしょうがないじゃん、それは。試合終わったらスパーリングやる必要ないよ。俺、もともとファイターじゃないもんだって。鈴原当時ね。鈴原当時は片足失うだけで済んだんだけど。あのシーンは残酷だよな。片足失ったって言わないのがいいよね。ベッドの7秒ぐらいのシーンでよく見ると片足がないんだよ。で、妹には言わんといてなっていう謎のセリフで、あれってなんだろうって思って、なんで委員長こんな暗くなってんだろうと思ったら、ベッドよく見ると片足がない。俺は原作の
あの、レノバさん、さっきからずっと言ってんだけど、新世紀エヴァンゲリオンの話をしてるから。エヴァンゲリオンの話もしてないし、アニメ、漫画なんて、あれはスピンオフだと思ってるから。原作の話をしてます。原作はアニメだから。スピンオフの話はしないです。俺は新作のエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンの方もスピンオフだと思ってるから。全然いいよ、うん、俺は旧作派だから、原作主義者だから。あの作品はやばい。今のエヴァはもうダメだよ、うん、ただ日本一綺麗な映像のかっこいいアニメに変わっちゃったから、なんか狂気が書かれてない、うん、要はアンノは全人類ぶっ殺してやるっていうぐらい恨みを持って書いてたからね、うん、だってさ、あんだけ有名なアニメであんだけ素晴らしい作品の劇場版に2チャンネルのコメントが出てくるんだよ。笑ったよ俺。2チャンネラーのあんの死ね、あんの死ねっていうのがちゃんとそのままコピペで出てくるの、うん、2チャンネラーと戦うあんのって。俺はほら生主だからすごいシンパシーがある、うん、例えば俺が映画撮って俺のスレッドの和道死ね和道死ね詐欺師とかが映画に出てきたらすげーってなるでしょみんな。すげえってなるでしょ。ワドこんなに怒ってたんだって。自分の金かけて商業的にやる作品に2チャンネルのコピペをワドを死ね、ワドを死ねって作品入れやがったってならない。しかもアニメだぜ。アニメなのに実写になるんだよ。うん。あ、天才でしょ。もう2チャンネラーが憎くてしょうがないんだから。実際出てくんのよ。急激な劇場版に。初見さんいらっしゃい。フォローしてね。うん。あのね、パラレルワールドじゃないんだよ。ループの世界なのね。エヴァンゲリオンって。なんか前提になってんの。うん。パラレルワールドっていうのは分岐だから。出てくるよね。で、気持ち悪いオタクが劇場に並んでる姿を全員に見せて。もう、要は、お前らなんかぶっ殺してやるっていう前提を作る。急にカメラが劇場に変わるのよ。で、カメラの劇場側からみんなを映すの。気持ち悪いオタクたちを。で、シンジ君がその後ぶっ壊すの世界を。うわーっつって。最高だよね、本当に。気持ち悪いオタクたち、もうこいつら死ねっていう奴らを映した後に、うわーっつってシンジ君が世界ぶっ壊すんだよ。最高の表現だよ、あれ。だって、進撃でそんなのやらないもん。うん。あれ最高だったよ、本当に。うん。こいつら全員皆殺しにしてやるっていう表現、うん、だから簡単に言うとアンノが2チャンネラーと戦う話だから。使徒だよ。俺らは使徒だから。エヴァンゲリオンを見てて2ちゃんにコメント書いてたやつは全員使徒だよ。うん、すごかったよね、うん、アニメでまさかあんなの見れると思ってなかったからさ。前玉おはよう。そういう狂ってるあんのが良かったんだよな。もうあのスポンサーとかを気にしないっていうか、スポンサーが嫌がることを全力でやるっていう。俺の表現だ、関係ねえっつって、うん、だってさ俺さ、見たことないもん。シンジ君がオナニーするところから始まるんだよ。急激のアニメって。映画版って。シンジ君が、あの、失神してる、ピコンピコンって言って、アスカが、そう、なん心電図とかつけて、ピコンつってね、アスカ起きてよつって、揺すってたらおっぱい見えて、おっぱい見ながらオナニーするんだよ。その鍵に、鍵かけて。俺、あの冒頭はすげえと思ったよ。うん、これは俺のオナニーですっていうところから映画始めちゃうんだもん。
すごいよ。天才だよ。ぶっ飛んでるでしょ、表現として。それができないもん。あれはデートで見に行ったら、うわ、気まずってなるよね。そう、最低だ、俺ってっていうセリフから始まるの。うん。シンジはだから、あれだよ。まさに自分だよ。もう、安野だよ。で、碇玄斗って何かって言ったら、宮崎駿だよ、あれ。宮崎駿を書いてるんだよ。で、ミヤムーはアスカでしょ。だからね、本当にそうだったらしいよ。当時の記事とか読むと、現場にいた人とかは、もうね、現場もあんな感じだったらしいよ。うん。現場もあんな感じで。それをそのまま、なんかそう、現場の自分たちが抱えてる問題をリンクさせてたんだって。そう、作品の中に入れてたんだって。うん。まあね、気持ち悪いって言われちゃったしね。俺がオナニーしてたらどう思うって、いや、気持ち悪いって言われて、それだって言ったらしいから。おはよう。まあ、エヴァンゲリオンをデートに誘う男はどうかと思う。すごい作品だったよ、本当に。夕方6時半、クレヨンしんちゃんとかセーラームーンとかに当てる番組じゃないよ。いくらテレ東だっつってもやりすぎだよね。あのテレ東が深夜に逃げたんだもん。もう無理っつって。PTA からのクレーム耐えられませんっつって。うん。うん。爆走に一言お願いします。誰誰ですか。はい。うん。いや、リアルタイムで見たらすごかったよ。話の途中の輪で深夜番組に転向させられ、左遷させられる番組を俺は知らない、今だかって。だし、なんか、その、過去の、そう、やっぱ、そう、なんつうの、文章だけの本とかいっぱい出たの。もう何十冊も出たし、解説本とかいっぱい出て読み漁って何が面白いかっていうと、もうすごかったらしいの、現場が。要は、あんのが書きたい書きたいって言って、要はタイムスケジュールが全然間に合わないんだって。で、大人の都合で、もうどうしようもないから、だから黒いのに白い文字だけとかいっぱい差し込まれてるでしょ。あれは、そう、作画が間に合わなくて、もうしょうがないからっつって、黒い暗転に文字だけ入れようっつって、暴走とか書こうって。尺の問題なのよ。要は、あんのがこだわりすぎて、尺を無視して、全然タイムスケジュール間に合わなくて、そう、文字だけ入れて、ああいう作品になったの。俺はそれがすごい面白かったんだよ。うん。で、そういうところも好きだし、なんか、もう会議でちゃんと書いてくれって呼び出されたらしいの、監督のあんの。そしたら、泣きながら、もう何時間も泣きながら、やだやだっつって書きたいもん作るんだ。俺はアーティストだって言い続けて、最後、スタッフのその文章を読んだら、なんかあんのさんはロッカールームにその後逃げて、ロッカーをバカバカもう血が出るまで殴ってるんだって、ロッカーをボコンボコンって。で、なんか殺してやる殺してやるって言ってたらしいよ。で、戻ってきて血だらけで、拳とか足とか血だらけで戻ってきて、えぐえぐ泣いてたんだって、書きたいって言って。そしたら、そのスポンサーさんたちが言った一言が、大人が本気で泣くのはずるいよって言って、もう諦めて帰ったんだって。すごくない？それくらい情熱を持って作ってたんだよ。もう大人の都合を無視でしょ。それがさ、アスカの殺してやる、殺してやる、殺してやるなんだよ。あれはだから量産型エヴァと戦うのは何かっていうと、あれスポンサーだよね。アスカがスポンサーに囲まれてるんだよ。そう。あと3分半で倒さなきゃ、つって。あれはタイムスケジュールのことだよ。アニメ版のね。だからそういう、その、実社会で起こってることをかっこよく書いてるの、エヴァに乗せて。あれはだから、アンノのプライベートだよ。うん、おい、タイムスケジュール守れよ、時間守れよ、この野郎つって、スポンサーに、量産型エヴァに詰められて、あと2分半で1人20秒で殺してやるって、あれ、あと1話書くのに何時間で仕上げないと。それをかっこよく、うわーつってやってんだよ。アスカに戦わせてんだよ。うん、それが面白い。うん、もうその、なんつうの、アンノの天才性、もう自分のリアルで起こってることをかっこよくエヴァにするっていう。うん、いや、見てなかったよ。当時の視聴率ひどかったよ。
3% とかだよ。だからエヴァンゲリオンって社会現象になったの急激あたりから、要はね、なあのね、あんのがまたアニメ界で絶対やっちゃいけないことが、あのスタジオジブリのもののけ姫超大作と弟子が被せたんだよ。これ絶対やっちゃいけないことなの。超大作ができたら冬とか夏とかずらすんだよ。だけどあえて師匠である宮崎駿に喧嘩売ったの。これで有名になったの。割れちゃったんだよ、興行が。それで宮崎駿がぶち切れたんだもん。おい、ふざけんなっつって。それで2年間絶縁になっちゃったの。師弟関係がぐっちゃぐちゃにずれちゃったの。だから師匠を超えてやるって。俺は天才だっつって、宮崎駿は天才じゃねえっていう。見てなかったよ。当時エヴァって何って言われてたもん。俺はもうずっと DVD ボックスとか見て、それこそエヴァンゲリオンだよ。普及、聖書を配ってたんだから。エヴァ見て、エヴァ見てって。聖書配ってたからね。エヴァ教だったから俺。辛かったよ。布教活動に時間かかったよ。よかったよ。世界宗教になったよ。日本で一番ね、あのでかい宗教、エヴァンゲリオンの。エヴァンゲリオンはね、なんだろうね、当時ね、俺が、その、やっぱね、うつ病を持ってて、自分その当時は気づかなかったけど、で、俺片親だったんだよ。で、その、やっぱね、シンジ君にシンパシー感じたんだよね。その、すごく、あ、この人の言ってることわかるっていうか、その、シンジ君の気持ちわかるっていうのが入りのきっかけだったね。延長チケットは僕しか買えないですね。買い方はね、ふわっちのポイント履歴っていうのを見るんですよ。ふわっちポイント履歴っていうのを見て、交換っていうボタンを押してください。そうすると買えます。ふわっちの自分が持ってるポイントを確認して、交換ボタンを押すと。つまり、リスナーさんからアイテムをもらわないと買えないのかな？そんな感じ。旅やめてないよ、俺。旅やめてないっすよ。空気入れ替えるか。ジャンプ黄金期でオラオラ系主人公しかいなかった。そうだね。もうドラゴンボールだよね、まさに。50ポイントで1個だったね。ママさんおはよう。おはよう。いやー、あんなに狂ってる作品ないよな。もうかわいそうでしょうがなかったもんな、シンジ君が。そうそうそう。だから、実はね、延長、この配信者応援したいなと思ったらね、アイテムしてあげるとすごくいい。例えば、仮想生主だと延長できないから、花火一発500円入るじゃん。500円で10回延長できるから。アキラはすごいよ。でも、アキラの世代じゃないんだよな、俺が。アキラはすごい。もう天才としか言いようがない。でもね、やっぱ今見たらね、答えの出し方がちょっと弱かったんだよ。それを後世の作家がやっぱ残してるよね。あ、荒野似てるね、すごくね。荒野はだからエヴァンゲリオンハマると思うよ、旧作のエヴァは。アキラは天才でしょう。ただね、俺らからすると物足んなさはあるんだよ。やっぱ攻殻機動隊とかエヴァンゲリオンって絶対影響を受けてて、俺らが出せなかった答え出してやるっていう感じはするよね。それこそアキラなんかハリウッドで映画化した方がいいと思うよ。あれはしやすい作品だと思ってて、しかもかっこよくなると思うよ。花火ありがとう。花火ありがとう。お帰り。俺の枠は面白いだろう。
オタク層しか狙ってないからね。進撃の巨人、まあまあ面白かったけど、そんなにハマらなかったね。あの、目型の巨人が好きだね、あの走り方がこう。バン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 って。あの描写好き。なんか絵がね、ちょっと下手なんだよ。なんか。あの、遠近感とかがおかしいんだよね。で、なんかね、下手なんだよ、やっぱり。こう、バン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 って走ってくるじゃん。あのね、下手さ加減がすごい良かった。その、下手なのに、その面白いもの描いちゃってるっていうか。うん。進撃はそうでもなくない？物語の中で説明してる感じがするけど。あれ、ちゃんと読んだら普通にわかるように作ってるっていうか。いや、下手でしょ。進撃の巨人は。下手馬系だと思うよ。おはよう。そうそうそう。でも、俺、癖のある絵好きだから、進撃の巨人の絵好きだよ、結構。え、こんな感じじゃない？目型の巨人とかって。こう走るイメージがあるんだ。俺が漫画読んだ感想だよ。なんかコミカルなんだよね。ヨンベさんおはよう、エヴァはかっこよく走るからね。カシャン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 ってこう、ランナーの走りをするからね。さすがアニメーターだよね。すごくかっこよく走るんだよ、エヴァは。完コピでしょ、なんかね、やっぱりね、アクションスターがうまく走れる人がいなくて、あの、高架機動隊見てて思ったね。スカーレット・ヨハンソン、すごい綺麗だし、元子良かったんだけど、走ってる時なんかダサかったんだよね。あそこは演技指導、ちゃんとなんか1ヶ月ぐらい走り込んでほしかった。綺麗なフォームで走った方がかっこいいのに。立体軌道の動きはかっこいいと思う。だから偏ってるんだと思うよ、多分。その、作家として。エヴァに釣られて初見さんいらっしゃい。エヴァいいっすよね。だから、アナグラムって言って、アナグラムってわかるかな？あの、アナグラムってわかる？あの、文字遊びなんだけど、まあ、これ知ってる人が多いから別にね、ドヤ顔で言うことでもないんだけど、最後の使者って、なぎさかおるっていうキャラクターが出てくるんですよ。これね、なぎさかおる。ちょっと待ってね。今見やすくするから。これにしようかな。これで見やすくなったでしょ。渚かおるっていうキャラクターが最後の使者、最後の使徒として出るんだけど、これは、あの、最後の使者っていうタイトルで出てくるんだけど、使者。あの、渚っていう文字がね、使者。渚ってなんで名前なのかっていうと、最後のものって書くでしょ。イコール、使徒。使徒であるとか、死ぬもの。こういう意味が含まれてるんだよね。そう。で、かおるっていうのは、普通だったらかおるって書くんだけど、カタカナのおになってるのわかる？わかる？これどういうことかっていうと、あいうえおの行を覚えてもらいたいんだけど、家行の前ってあ行じゃん。あ行の前ってかでおでしょ。おで、おの前ってわなんですよ。わ。で、るの前ってりなんですよ。一文字前に戻ると終わりを意味してんの。だからこういう文字遊びとかを結構やってるんですよ、ね。わかる？あ、読めないか。こう。わかる。文字遊び。
こういう細かいなんか設定が好きですね。こういう言葉遊びとかも入れて。そう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 。だからもう、渚かおるっていう時点で、もう、この中に全部答え入れてるんだよね。うん。そうそう。あと、まあ、さっき、じゃあ一個一個書いてこうか。まあ、いろんな設定があるんだけど、まあ、俺が語れることリストね。ちょっと待ってね。俺が語れることリストを書いてこう、エヴァンゲリオンに関して。あと何があるかな。何話したっけ、うん、あれ、都市伝説って何？都市伝説の話はって、都市伝説いっぱいありすぎるから都市伝説いっぱいありすぎるから、うん、うん、あと何があるかな。まあまあまあ、どんな都市伝説なんだろう。あと今渚薫か、香港俳優にはかなわないねえ。ジャッキー・チェンとかね、世代だよね。面白かったよね、ジャッキー・チェンの映画とかね、すげえ面白かった。うん、進撃の巨人ね、勢いあっていいよね。うん、でもね、漫画は別に絵上手くなくていいと思ってて、絵の上手さよりもね、やっぱりね、漫画的な見せ方みたいなのが上手い人の方が俺は好きだね。まあ、富樫が天才すぎるんだよ。あれは、天才中の天才だよね。特に前回のさ、ジャンプでやってたやつは、俺はもう度肝抜かれた。2チャンネラーも全員騙されたじゃん。あれはもう日本が生んだ化け物だよ。ハンターハンターの富樫は。あれは伏線の回収の仕方が異常だもん。あんなことできるやついないよ。頭良すぎるもん。うん、密かの戦いはすごかったね、あれね。もう富樫はいいよ。休む権利あるよ。
いや、もういいよ。富樫に文句言うやつは、いいよ。いいよ。もう。書いてくれたらそれだけでありがたいよ。フリーメイソンがなんちゃら、いや、ハンターハンター天才だよ。特に前回はもう2チャンネラーが全員騙された。ワンピースのはなんかないですか？ワンピースはだからまだ、チョッパーと、誰だっけな？チョッパーとサンジが仲間になってないんだっけな？チョッパーとロビンだっけな？あー、チョッパーサンジだったっけな？だからまあ、一悶着あるのはチョッパーだよね、確定してんのは。まだ仲間になってない。フリーメイソンとエヴァのつながりどう思うかじゃなくて、フリーメイソンっていうのはまず旧約聖書とか新約聖書の話を母体に書いてるの。エヴァンゲリオンっていう、エヴァンゲリオンって福音って意味なのね。要は聖書のことを指すの。だけど、フリーメイソンとかはもともとそのつながりだから、だからフリーメイソンっていうのはゼーレのことを書いてるのよ。イルミナティとか。だからもともとそういう話を前提に書いてるから、つながりじゃなくて。母体となる世界観をそこで書いてるから、フリーメイソン的な組織が出てくるのは当たり前だよ。だから、イカリのイカリっていう字は、普通海の怒りを連想するでしょ。だけど、あれは、なんだっけ、石片なんだよね。イカリ神事のイカリって。あと、六分儀とか、あれってフリーメイソンのマークでしょ。だから名前の設定のこだわりすごいよ、やっぱり。つながりじゃなくて、あんのがもともとそういう都市伝説みたいなものから作ってるから。あ、俺、ひそかとクロロの感動したけどね。そうそう、石工職人。お前だってフリーメイソンのメンバーに誘われたことあるから、その辺のなんかネットで知識集めてるにわかと全然知識違うよ。俺普通に日本のフリーメイソン協会の会員の人2000人いるんだけど、その人にスカウトされたから、お前メンバーになれよって。全部狙って作ったのかね。作ったの全部狙ってるでしょ。クリエイターだからそんな頭悪くないよ。っていうか、エヴァンゲリオンがナディアの続編だからね、もともと。設定が。自分を置いていった父親を探しに行くっていいよね。え、探しに行くんじゃないよ、金魚。あのね、エヴァンゲリオンの世界っていうのは、超身勝手な話で、3年前に捨てた子供を、パイロットが必要だからって言って呼び出すんだよ、お父さんが。探しに行くんじゃないよ。働いてないといけないんじゃない？働いてないといけないとかないよ。っていうか、俺その時社長だったから。働いてたし。ハンターハンター。ああ、ハンターハンターね。ごめんごめん。あれいいよね。ジンフリークスかっこいいよね。俺はジンフリークスみたいになりたいね。フリーメイソンで誘われるよ、秘密結社。だってじゃないと会員増えないじゃん。日本は2000人いるの。ただ、俺は、まだフリーメイソンに入る資格がないのよ。あんのは違うと思うよ。誘われた話が面白くて、社長やってたの、若手で。で、すごい人紹介するからって言って、なんか、俺のこと買ってくれてて、紹介してもらったのよ。で、その人、2回やっ、面の時、喫茶店でファミレスで話してたの。で、大金持ちなの。30後半ぐらいの人なんだけど、で、バーって話してたのよ。で、俺、フリーメイソンのこととか何も知んなかったの、都市伝説とか。要は実業ばっかりやってたから。で、いきなり帰り際にパッて名刺出して、俺はこういうところのこういうもんだから、もしお前がもう一人の人に誘われたら、俺の名を呼んでくれって言って。で、お前のことを、まあ、お前を仲間に入れるから。要は推薦状を出すから。で、フリーメイソンって知らないかも、日本の法人って知らないかもしれないけど、2000人会員いるじゃん。で、その中からランダム2人以上から推薦状がないと入れないの。いや、それくらいガチガチの秘密結社なのね。だから、この人が俺のことを誘いたいって思ってくれてても、他のメンバーに言っちゃいけないの。この人誘うわって。
だからお前協力してって、二人の推薦状出すからってできないの。ランダムで日本中から、こいつは仲間に入れたいって、ものすごい確率でしょ。要はこいつは秘密守ってくれるし、こいつは入れたいっていう二人のランダムからの推薦状があって初めて入会できる。うん。いや、まだ俺は一人の推薦状しか出してもらえないから。うん。うん。ジン・ユースケだよね。うん。終わりっていうのは物語の終わりを示してるんだよね。だから、渚薫って、実は最後に出てくる。要は最後の使徒なんだよ。で、物語の終わりに出てくるの。で、終わりの始まりを作るのが渚薫の。だそういう意味ね。何が終わりっていうのは物語の終わりを示してる。要は、後半戦入りますよってことね。まあ、世界の終わりも意味してるしね。うん。男性しか入れないです、フリーメイソンは。暗黒大陸戦面白そうだよね。なんで女性はダメなんですか？でも日本でもさ、神主さん女になれない、女だとなれないとかさ、仏教でもお坊さんになれなかったりするじゃん。だから結構宗教は結構あることだと思うけど、男性はなれないって。差別主義者なんだよ。ただの差別です。はい。ただの差別です。まあ、俺会員じゃないからあんまり詳しい内容知らないんだよね。その競技とかは。ただね、月謝が7万円かかるのよ。結構高いのよ。フリーメイソンって。会員制で、会費が末端で7万円かかるから。でもね、女性専用のあるんだよ。フリーメイソンの。いや、差別でしょ。いや、月謝7万だよ。な、金持ちしか入れない。始まりが労働者のユニオンだから女性メンバーの、概念がないよ。あ、まあ、それもあるだろうね。うん。高いよね。せいで、リボン買うのやめてジャンプにした。あー、すごいね。富樫は天才中の天才だよね。おはよう。俺は日本の漫画界の完成形を背負ってるのは富樫だと思ってるよ、うん。作画力、デフォルメ力、構成、シナリオ、伏線回収、もう全部が完璧なのは富樫だと思ってる、うん。パーフェクトでしょ。ただやる気だけを持ってない。一番漫画家に重要な情熱とかやる気とかを持ってない。だって俺びっくりするよね。ジャンプ読んだらさ、腰痛のためとか、急病のため入院してますって言ってさ、新刊のコミックス買ったらさ、なんて書いてあるかって言ったら、カジノで大成功とかいう、見出しのところにカジノで何万円勝ちましたとか書いてあって、すげえな、この人って思ったよ。もうリスナー小馬鹿にしすぎでしょ。うん、編集部は必死になって病気のため休んでるって書いてるのに、イエーイっつってカジノ行ってきましたっつってラスベガスナウとかやってんだよ。俺はそういう天才性が好きだよね。うん。かっけーみたいな。富樫さんかっけー。うん。ボンちゃんはどつ。めちゃめちゃかっこいいよ。あれ見たとき俺こんな大人になりたいって思ったもんね。俺ね、いつも言うんだけど、悠々白書にできなくて、ハンターハンターでできなかったことって、ね、純粋無垢な主人公はこんなに危険だよっていうのがすごい好きなの。要はね、富樫先生が書くキャラクターっていつもヒエとかキルアとかが一番になっちゃう、人気投票。要はサブキャラの方が人気になるっていう法則があるんだけど、要はね、ユウスケって超いいやつなんだけど、純粋で無垢なんだけど、
なんで強いのかみたいなのがうまく書かれてなかったの。純粋だから強いみたいな、ちょっと無理ある設定で、トカシさんもね、多分これ無理あるなって分かってたんだよ。で、全く同じキャラクター、要は純粋無垢で、天真爛漫な主人公を選んだの、悟空みたいなキャラね。で、その時になんで強いのかっていうと、天真爛漫で無垢で正義感を持ってて、だから怖いっていう。要は腕いらねえとか、命いらねえとか、無鉄砲をそこに入れたの。だからゴンフリークスって腕吹っ飛ばしちゃったりとか、自分で。あと、その、制約と制約って言って、その自分の寿命とか命すらも、もう念能力すらもいらないっつって、その驚異的な力を出すんだよ。その狂ったゴンフリークスっていうのが大好きだよ。うん、同人誌に力入れるってすごいよね。うん、いや、あれはバスタードが悪いんだよ。バスタードで前例作っちゃったから。バスタードもね、同人誌で続き変えちゃうぐらいの人だからね。あれってなんか、18巻からこれ途中話変わるなと思ったら、バカ、これ同人誌で間書かれてるんだよって。手に入んねえじゃんみたいな。そうそう、それがゴンさんなんだけど、簡単に言うと。ゴンさんの前からうまく書いてたの。うん、敵キャラに腕吹っ飛ばしちゃったりすんの。うん、そういうなんかね、危うさ。要は強いやつは、そのこんなに危険なんだよっていう狂気みたいなのを書くのが上手くなったの。要はまっすぐなやつは危ねえっていうのを書くんだよ。まっすぐすぎて危ないっていうのかな。まっすぐなやつの暗黒面をうまく書くようになったんだよ。でキャラ立ちが半端ない、うん、ゴンのキャラ立ちがすごくいい。ゴンのいいところはあのね、悪いやつでも才能を認めちゃうと素直にねすごいって思っちゃう怖さみたいなのも書いてんの。すごい純粋ですごい正義感持ってんだけど、悪いやつに惹かれるゴンがいるんだよ。要は悪いなんか盗みみたいなことやっててもそのスキルとかを盗もうとするっていうか、そのスキルを教えてっていう、この人すごい人だよってなっちゃう。そこが面白いよ。普通に純粋なんだよ。そうだよね。キルアってめちゃめちゃ悪いやつだからね。うん、ねえ、ハンター試験で何人殺してんだよっていうね。うん、いや、結局ね、ワンピースがそれ答え出してるんだけど、正義と正義のぶつかり合いが戦争だし、正義も悪も、どっち側から見るかなんだよ。俺、好きな言葉で、ウォーっていう言葉あるぞ。戦争って、WAR かな？ウォー。ウォーっていうのは、We are right から来てるっていう、その、本当に来てるかどうかは別として、We are right。要は、我々が正しい。We are right ってそういう意味なのね。我々が正しい。要は、正義のことだ。みんな、戦う方は、俺が正しい、俺が正しい、我々が正しい、我々が正しい。だから戦争が起きる。それを、ワンピースは何て言ったかっていうと、勝った方が正義だって言った。うん。そう。戦争を知らねえ子供と戦場で生まれた子供の価値観が同じはずがないって。そう。勝った方が正義だって。うん。だからそういうことでしょ。だから正義感なんか悪だから。うん。だってイスラム教に俺生まれたら明らかに俺、あれだもん、アメリカ兵恨むもんね。うん。何千年も戦争やってるわけじゃん。どう考えてもなんか日本人の考え方がなんか偏ってると思うよ。西洋人みたいになってると思うよ。俺先に戦争を仕掛けたのはブッシュだと思ってるから。イスラム教からしたらたまったもんじゃねえよな。
俺はアメリカ人の方が悪いと思ってるよ。キリスト教は正義の押し売りの国だから。すんな今日も。てるすけさんいらっしゃい。なんか蒸すね。湿度が高くて今日暑いね。イスラムはユダヤ迫害が嫌なとこだな。ユダヤ教ねえとイスラム教ないんだけどね。うん。だから宗教はダメよ。解釈問題でしょあれ全部。うん。俺の方が正しいってやってるだけな。本当の預言者はこっちだって。くだらねえよ。うん。何が本当の預言者なのか全然わかんないよ。別にカイトでしょ。別になんもないよ。カイトはどうなんだろうね。思ってたより弱かったけどね、カイト。もっと強いのかと思ってたけど、がっかりしたよ。弱えな、こいつ。8歳ぐらいの男の子の方が強かった。あっけないよ。うん、弱えなこいつ。眠くなってきた。一回休憩しようかな。一回休憩するわ。なんか頭がぼーっとしてきた。そりゃそうだよな。5時間半も雑談やってたら頭おかしくなるわな。喋るのって疲れるんだね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また後で。ういっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。